これ面白いですよ。はい、こんにちは、重工房の古橋です。届いたのですね。はい、こちらですね、バントゥルーっていうのかな、バントゥルーのダッシュカム、ドライブレコーダーですね。新しいドライブレコーダーが届きました。実はドライブレコーダーですね、そろそろ買い替えたいなと思ってたもんですから、ちょうどよかったです。これ最近流行りの前後同時に映すっていう記録するカメラですね。ドライブレコーダーです。今時はね、煽り運転とか、いろんなものがあって、最近ではようやくそういったカメラで撮った映像がですね、もう決定的証拠になるという風潮があるようですね。はい、そんなこともあるので、防衛のためにですね、カメラを、ね、入れることにしました。実はこれ2台まとめて買いまして、1台は奥さんにですね、の車につけておこうというふうに思っています。はい、自分は安全運転しててもね、相手に問題があったりとか、ね、そういう絡まれたりということはありうるんでね。なので、こういうもので武装する必要もあるかなというね。あとは人の交通事故とかそういったものもね、やっぱり録画ちゃんとしておいてあげると証拠になりますよね。はい、自分そういった、意味でもですね、ドライブレコーダーってこれからは必須だと思います。で、私今の車にですね、実は前と後ろにドライブレコーダーつけてるんですけども、なんかいまいちなんですね。いまいちというか、映像も良くないし、あと吸盤が良くなくてポロポロ落ちるんですね。なので、今回も吸盤タイプなんですけどね、そのあたりはちょっと心配ではあります。そのあたりもね、詳しくお伝えしたいと思います。はい、ということで、バンツルのダッシュカムドライブレコーダーですね、開封してみます。はい、それでは早速開封してみたいと思います。箱はすごくいい感じですね。すごく重厚感があります。すごいね、これ。2万円1万9990円かなのが、4000円引きだったんです。タイムセールで、30台限りとかっていうふうに出てましたけどね。つられて買ってしまいました。ということで、開けるとですね、このマニュアルってね、もうこれ日本語英語全部書かれているマニュアルと、あとクイックスターターガイドですね。もうこれで大体始められるということですね。はい、これもちゃんと日本語になってますね。はい、そして、もろもろありますね。でこれがビデオをシェアすると YouTube でね、私の言うことをシェアをすると無料でバントゥルー GPS マウントを獲得する機会を得ましたということで、 GPS マウントですね。これ多分GPS マウントをつけると現在地点がですね、アプリか何かでこう認識できるようになるんでしょうね。これも多分この中に書かれてると思います。これをおいおいね、チェックしていきたいと思います。マニュアルですね。マニュアルとクイックスタートガイドということで、あと本体ですね。本体はこういう感じ、ね。はい、このままですね。どうでしょうか。こちら側がインカメラで、反対側がアウトカメラですよね。モニターちっちゃいですね。モニター本当確認用という感じですけどね。でいろんな評価を見てると、解像度も高くてですね、綺麗に映るという評判でした。で何が入っているかというと、それ以外にアクセサリーとしては、こんなアクセサリーボックスが入ってですね、この中にはシガーライターですね。シガーソケット、これいいのはここを開けるとシガーのところにまた USB が出てくるというね。はい、こんな感じ USB のポートが出てくると、これもすごく使いやすいですよね。はい、こういう良さがありました。はい、そして、これはデータケーブルかな。これも USB のマイクロ USB ですねのデータケーブルだと思います。充電もできるかもしれないですね。で、これが窓に取り付ける吸盤ね、今回ちょっと大丈夫かなっていうふうに思ってるのが吸盤なんですけど、で優れものはここにもう電力端子が来てるんですね。でここを吸盤じゃないこう金具をこうやってつけるとですね、この時点でもう電気もこれで流れていくわけですね。でこちら側に吸盤の上側に、USB の端子が来てるのでね、なので、このシガーから来たものをここに挿してこのシガーソケットへ行くと、これがね、なので本体に出てくるケーブルはあまりないですね。ここにちょろっと出てくるだけ、あと取り付けの時にご覧いただこうと思いますけど、はい、ということで今日はですね、この取り付けから開封から取り付けで、あと実際につけて走ってみてね、どんな風に映るのかというところまで、まあ、ご覧いただこうかなと思っています。なんか映像見てたら結構いい品質で撮れるので、ひょっとすると今私がやってるカーブログ、これで撮れちゃうかもしれないなと思うんですけどね、ちょっと分かりませんが、はい、早速取り付けをしてみたいと思います。今日ねちょうど天気もいいので、ね、今のうちに取り付けをしましょう。その前に今ついてるやつを外さないといけないね。はい、そんなところからスタートいたします。はい、それでは早速取り付けをしてみましょうということで、まあ軽自動車は楽でしょうね。この取り回しが楽ですからね。予定ではまあこの辺りですね、この辺りにつけて、まあできればこの辺りですよね、この辺りにつけて、これは前のレコーダーの後ですね。ケーブルはここをずっとはわしていって、この中を通って、まあ、下に出すと。でシガーライターから取るものですから、まあ、シガーライターのソケットをですね、私の場合ここに予備のソケットをつけときましたので、とりあえず暫定的にここにつないでやろうかななんて思ってます。こういうね。はい、それでは早速つけてみましょう。ちょっと逆光で見にくいかもしれませんけどご容赦ください。そんな難しくないと思うんですよ、取り付ける。じゃあそうか、こう上に上げて、これをねこんな感じです。ちょっと見にくいかな。はい、これをね、固定はこうつけて、こう上げて固定するみたいです、吸盤がね。でこうやって貼ってですね、ちょっとここに貼ってみます。こうやって貼って、これをグッと上に上げて固定をするみたいですね。こんな感じです。で多少ここで調整が効くようになってますね。よいしょ。はい、こんな感じです。なので、もう一度こちらやってみましょう。カメラが真正面、ほぼ真正面ですね。カメラはほぼちょっと逆光ですね。カメラはほぼこの吸盤とほぼ真正面になるので、まあ、これがほぼセンターに来るような感じがいいんでしょうね。でもこういうところになんかいろいろあるとつけにくいですかね。まあここかな。ちょっと逆光で見にくいんですけども。はい、この辺りにつく感じですかね。そっか、ここでいいのか。はい、わかりました。まあ、結果的にですね、真正面につけることにしました。なぜならばミラーが干渉する言いますけど、ミラーが干渉しても後ろの窓さえ映っていればいいということですね。なのでこれぐらいでいいということが分かりました。はい、まあ、これでちょっとやってみましょうね。それではこれをですね本固定するということで、はい、コードのしまい方はですね、もう毎度のことですけども、この中にこう入れ込んじゃうということです。こんな形ですね。こういうところをもう全部ケーブルを隠すことがねできますから、こういうふうに中にこうやって入れ込んじゃいます。こんな形ですね。はい、もしね、こういうところケーブルとかが気になるようでしたら、何でもいいです。これスポンジみたいなものをね、こうやってこう詰めてやってもいいと思いますよ。落ちてこないように。こういうふうにね。こういうこんな感じですね。こんなものをこういうところに詰め込んでおいてやると、ケーブルが脱落してこないですね。はい、収まりはこんな感じになりました。なので、従来この辺りにケーブルがこうちょろちょろちょっと出てたのが、まあ、上についたことで多少収まりが良くなったということですかね。はい、ちょっと横から見た感じはこういう感じ、まあまあ低い位置にあります。大体人間の目の高さぐらいにドライブレコーダーがある感じですね。ちょっと正面から見てみましょう。はい、取り付けがね一応完了しましたので、ね、ちょっと走ってみましょうか。またまた逆光で申し訳ありませんが、スイッチを入れてみます。これすごく早いです。立ち上がりがすごく早いので、ちょっと注目しておいていただきたいんですけども、私もいろいろドライブレコーダー何台か使ってきましたけど、結構これだけ早いのは少ないですね。ちょっとエンジンかけてみます。まあスイッチオン。はい、これぐらいですね。もう立ち上がって録画できる状態ですね。はい、今始まりましたので、大体カタログは1秒って言ってましたけど、2秒ぐらいですね。2秒ぐらいで録画が始まるので、私後ろにももう1台バックにですね、ドライブレコーダー使ってるんですけど、あれがね、立ち上がりはまだ立ち上がってないぐらいです。あれが5秒ぐらいかかるんですよ。それと思うと随分早い印象ですね。はいね、早速それではちょっと走ってみましょう。ここからはねレコーダーの映像をね使っていきたいと思います。はい、ということで今レコーダーの映像の方ですね、音声も入るようになってますので、音声も入った状態でいってみましょう。で早速走ってみます。まあドライブレコーダーはね通常通りという感じだと思いますよ。今一応 32GB の、マイクロ SD カードがね入っています。あとはそのクラスは多分クラス10ぐらいのが入ってると思うので、それほどカクカクはならないとは思うんですけどね。モードとしては、1080ですね。フロントもバックも1080の、まあ、クオリティだと画素数ですね。解像度ですね。すみません。解像度が1080ということです。これ自分も映るんで結構緊張しますね。そういう意味では営業車なんかにつけるといいかもしれないですよ。ね、営業車につけると本人も安全運転をねするんじゃないですか。はい、まあ私が気になるのがですね、この後ろから来た車がどれぐらいの感じで映るかっていうのがちょっと興味があるところですね。まあもともとこの、ドライブレコーダーを採用した理由は、バックも撮れるということがね最大の利点なわけですから、後ろから来た映像がどんな感じで撮れてるか、ちょっとそこだけ気にしたいと思います。なんだろうかな。角度は固定されてないので結構自由に動かせますよこれで。他の説明によると持ち出すこともできるので、ワンタッチ、それこそケーブルも外さずに、ワンタッチで持ち出すことができるので、ちょっとしたこう録画というか、まあ、動画撮影なんかにも使えるということですね。そうですね。で、最大で 2K ですか、2K の動画が撮れると、フロントカメラだけでねというふうに言ってますから、いいんじゃないですか。あとは音声ね、音声がどんな感じで入ってるかっていうのもちょっとこう知りたいところですね。なかなか綺麗に映ってますね、映像は。このケーブルがないのがいいな。ケーブルがちょろちょろしてないのがかっこいいですね。どうしても後付けっぽく見えちゃうんですね、ケーブルがちょろちょろ横にあるとね。これは収まりがすごく良くて、ケーブルがほとんど、隠れちゃうというか、上の方には見えるんですよ。上の方には見えるけど、本体周りにはケーブルが映り込まないので、見た目はこうすっきりした感じがしますね。全然後ろから車は来ないんですけど、後ろというか横にですね、後ろにオートバイが1台ね来ました。はい、カブみたいなのがね来ましたけど、カブじゃない、スクーターが来ましたね。どうですかね、映ってるのかな。これがちょっと私には見えないんですけど、もうちょっとカメラを下げてみようか。で、夜はこのインカメラは赤外線カメラになると。で、買ってみていい、これ使えるなと思ったのは持ち出せることですよね。いざとなったらこうパチッと外して持ち出せるんですよ。これはね意外と使えると思いますよ。これ本当に、ワンタッチに近い状態で外せるんですね。で撮ることもできると、フロントカメラだけだったら 2K です。 2K で撮ることができるということですね。ちょっと今信号待ちになったので外してみましょうか。よいしょ、これね、よいしょ、はい、これで外れました。どうですかこれね、なんか今ですね、外したら電源切れちゃいましたね。なので外して下の電源ボタンを押さないといけなかったかもしれないですね。ちょっとまた後で実験してみましょう。こうパッと持ち出せるのはすごくいいかなと思いますよ。ね、今までそのドライビングレコーダーにはない機能ですね。この辺は面白い機能ですよね。で、さっき言ったように一番最初に言いましたけど、ケーブルがないんですよね。ケーブルがなくて、このマウントから直接給電してるので、マウントにこう金属接点端子がねついてるので、なんですかね、電源ケーブルが一切というか、本体には刺さらないんですね。なので簡単に外れると。ちょっともう一度外してみます。もう一度外しますね。外して、スイッチを入れればいいと思うんですよ。よいしょ、外してはい、ちなみにこの映像があれですよ、インカメラで撮ってる映像です。インカメラ、多分インカメラもアウトカメラもそれほど、変わらないですよね。解像度は一緒ですからね。はい、念のためアウトカメラはこちらです。はい、アウトカメラだとどんな風に映ってるかちょっと分かんないですけどね。これアウトカメラで撮ってる映像だから、こうやって動画を撮ることもできるということですよね。はい、またインカメラに戻りました。いかがでしょうか。こうやって使うこともできるので、意外と便利ですよ、これ。ドライビングレコーダーだけじゃないですよね。だから、いざとなればこうやって持ち出してこう撮ることができるわけですよね。はい、ということで、夜の部は後ほどね、ちょっと走ってみたいと思いますので、暗くなってからね、夜の映像も撮ってみたいと思います。夜ね、この中の赤外線、これね、これで赤外線モードになります。あ、これ赤外線モード。はい、今これインカメラの赤外線モードになったんですけど、これが夜になるとどんな感じになるのかね。だからオートとか自動で赤外線になるんだと思うんですよ。赤外線カメラにね。はい、で、盗難駐車モードっていうのも設定を入れといたので、まあ、夜こう車上荒らしとかそういったもので振動があったりすると、これが動作するということのようです。はい、今また通常のモードに戻しました。はい、こういう設定がね、意外と簡単にボタン一つでできるので、はい、これね、今夜間モードになってますね。私の顔がなんか白っぽくなってますね。あ、ちょっとまだね、真っ暗ではない、夕方というか、まあ、だいぶ暗くなりましたね。まあ、ドライビングレコーダーとしての性能はね、もう言うまでもないと思います。これはね、この機種は最新機種で、このモデルの以前にも後方のないドライビングレコーダー作ってみる会社ですからね。それなりに実績のある会社ですから、まあ、その最新版ということで全後方をカメラがついているという、そういうバージョンなので、まあ、そのドライビングレコーダーのノウハウがね、ある程度はもうこう蓄積されて見えると思うんですよね。はい、なので、まあ、夜間は別に夜間の映りが悪いとかね、そういう心配は全然ないと思うんですね。はい、まあ今回のこの目玉は結局そのドライビングレコーダーにインカメラがついたというところですから、このインカメラの映りはどんな感じかなということですよね。どうでしょうかね。今これ赤外線モードに自動になっているみたいですね。自動になっているので、まあ、暗いところでもこう、ね、よく映るようにはなっていると思います。あとはね、この暗い時に後ろの車がどんな風に映るかも、これ興味がありますよね。例えばナンバープレートまではもう見えないでしょうからね、後ろの後方の車のねが出てくると、まあ、課題としてはね、育ててきますよね。でもこれ対向車が今来てる状態で、まあ、眩しくないかとか、ちゃんと映ってるかとかいうことはね、あるかもしれません。まあ、でもこれ本当カーブログやれますね、これで。ちょっとこの赤外線モードはいただけないかもしれません。明るくしてみましょうか。明るくじゃなくて、紫外線モードを切り替えるのはこれだと思います。これが今ね、赤外線モードじゃないモードですよ。肌色、ね、だけどライトがついてないと暗いですよね。まあ、どっちも赤外線モードも気持ち悪いかもしれませんけども。こんな感じですね。これがその赤外線モードじゃないモード。赤外線モードだとこういう感じですね。これがね、ワンタッチでやれるのが面白いですね。まあどっちにしてもドライビングレコーダーをつけたからね、事故しないわけではないですからね。ただ自分の過失、他人の過失っていうのを明らかにするという、ね、ことが可能になると、まあ、例えばその交通事故の時の、責任割合っていうんですかね、そういうものもこうもう分かりやすいじゃないですか、証拠があればね。うん、だからそんなことでこう結構あれ交通事故って結構神経使うんですよね。解決までに相当時間と精神力を使ってエネルギーも使うので。まあ、そんなことしてる時間本当もったいないですからね。なので、まあ、保険屋に任せるだけではなくて、その自分でこういう防衛手段を取ってね、証拠をちゃんと持ってるということもこれからは必要かなと思います。あとは今度天気のいい時にですね、2K というやつですね。 2K 2K の、まあ、景色のいいところに行った時に 2K のモードの録画をねちょっとやってみたいと思います、ね。まあ、多分どんどん進化していくんでしょうね。この仕様で2万円で、私が買ったのは14,900円だったかな、15,900円ですかね、4,000円引きでしたからね、まあ、約15,000円で買ったんですけども、まあ、非常にいい買い物だったんじゃないかなというふうに思います。はい、なので、まあ、そういういいタイミングがあればね、ぜひ皆さんもね、まあ、購買というか購入されたらいかがですか、ね。はい、ということで、夜の動画を撮影してみました、ね。ひとまず、戻っていきます。なかなか便利ですね、これ。こうやって使うこともできるので、今ちょっと見上げてる感じの角度になりますけどね。はい、ということで、このドライビングレコーダーですね、バントゥルのバントゥルですね、オンダッシュ N2 プロ N2 プロですね。なかなか優れものではないでしょうか。はい、ということで、通常のモードに戻しましたけど、これなかなか面白いですよ、このカメラ。カメラじゃなくてドライビングレコーダーっていうぐらいカメラに近いですよね。もう本当カメラの機能ですよ。ツインカメラ、前と後ろが同時に撮れるツインカメラとしても使えないことはない。まあ、このバッテリーがどれぐらい持つか分かりませんけどね。バッテリーどれぐらい持つか分かりませんが、通常のモバイルバッテリー持っていれば多分それで駆動すると思います。ちょっとやってみましょう。はい、これは通常のモバイルバッテリーと先ほどのこのカメラねをちょっとつないでみましょう。これいいかもしれませんね、本当にね。まあ、欲を言えばこの辺に三脚の穴でもつけといてくれたらもう言うことないですね、 YouTuber にとってはね、と思いました。ああ、なるほどね。これは次のバージョンアップの時にここに三脚の穴をつけといてもらいたいですね。ぜひね、メーカーさんよろしくお願いしますということで、はい、これは決してドライビングレコーダーだけじゃない使い道ができるような、そんな想像をかきたてるような商品かな。はい、バントゥルのダッシュカム N2 プロね、いかがでしょうか。2万円、19,990円。私は4,000円引きのタイムサービスで買いました、ね。であれでしょ、今日こうやって動画を撮ってここにシェアすると、この GPS の内蔵のフォルダーが1個ももらえるということだそうですから、これも楽しみですね。はい、ということで、皆さんのドライビングレコーダーね、どんなお使いでしょうか。私は後ろが撮りたかったですけども、今まではセパレートというか2台のドライビングレコーダーをね前と後ろにつけてたんですけど、まあ、だいぶ時間が経って古いものになっていたので、まあ、そろそろ買い替えようということで、解像度がまあまあいいものですねに買い替えることができました。これはフロントは 2K まで撮れますね。後ろは1080のですね。で、前後ろ同時に撮る時には1080のモードで撮れるということです。まあすごく面白い商品だと思います。おすすめできるんではないかと思いますが、いかがでしょうか。ということで、今日はですね、バントゥルさんのダッシュカム N2 プロドライビングレコーダーですね、レビューをしてみました。これ面白いですよ。これはねちょっと面白いでした。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもですね、皆さんに役に立つ情報をねお伝えできればと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ということで、以上、自由工房古橋優でした。ゆうさん、さよなら。今日も眩しい。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。